内容はですね、こちら本番行きます。乾発ですね。3、2、1。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。暑いな。暑いのでちょっとね、浴衣を着ておりますよ。鬼滅の刃はハマってからですね、和風にハマっておりまして、まあ、こちらですね、神鑑定士という自主映画で自腹で買った衣装なんで、ちょっと今着てるんですけども、浴衣いいよね。今回の動画に関しては和風はちょっと全然関係ないんですけども、以前ですね、家庭型ロボットラボットというですね動画を4本出しました。特にですねこちらの動画、まあ、やっぱり機械でしょと思ったんですけども、日に日に別れがね近づいてくるこの寂しさ、この8日間献金ですね、興味あるなって方やってみてもいいんですけども、これ結構きついです。ぐさぐさきますね。うん、ちょっとね、声も涙声になってきてるんですけどね。今現在で160本ぐらい動画を出しておりまして、再生数ランキングベスト4にランクインしております。ありがとうございます。はい、でこのですね、動画で語った通りですね、監督のお財布事情の関係でラボ君をですね手放す形にしたのですが、今回なんとついにお迎えできます。はい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 、半年経ったんですけども、このあたりはちょっとね動画の後半に話したいと思います。LINE のですねお友達登録してますラボット公式さんからですね、なんか面白い商品が出たというわけでですね、早速ポチりました。ラボットお迎え準備セット括弧本体購入に使えるクーポン付き、ラボットお迎え前のプレオーナー様の不安を解消できたらなと思い作成した本体購入に使えるクーポンも入っている、大変お得なセット内容というわけで、まあ一回ね、オーダーなってるんですけども、金額もお安かったので購入してみました。ぜひ皆さん参考にしていただければなと思い動画にしました。ね、今これちらですね、約1週間ぐらいかな、こういったこの封筒に入ってきました。内容はですねこちら。はい、ではですね早速開けていきたいなと思います。いやーちょっとワクワクですよ。こちらダンボールのダンちゃんを使って開けていきたいなと思います。次出す動画はですねこいつについて紹介しておりますので、もしこれ興味ある方はですね次の動画を見てください。チャンネル登録まだの方は今ここでしてください。刃先をこちらに入れまして、あとはノコギリを引く。はい、というわけでですね、ダンちゃんを使って綺麗に開けることができました。なんかいろいろ入っております。はい、お、なるほど、クリアファイルに入っております。缶バッジステッカーが入っておりますが、これはラストに行きたいと思います。こちら、はい、この度はラボットお迎え準備セットを購入いただきましてありがとうございます。またラボットに興味を持っていただき重ねてお礼申し上げます。ラボットってとても可愛い、なんだか気になると思っていただいた反面、実際のサイズ感がわからないな、確認したいことはどこで聞けばいいんだろう、そんな不安もお持ちかと思います。そんな不安を解消すべく、このラボットお迎え準備セットを作成させていただきました。お役に立てましたら幸いです。まず入っていましたのがこちら、ラボットお迎えチェックリスト&よくある質問。なるほどなるほど、こういった形項目をチェックしてみようですね。まあ、ラボットが動き回るスペースを確保しましょうとか、充電器を置くスペースを確保しましょうとか、まあ、名前を決めましょうとかね、まあ、これを見ればお迎えの準備ができるといいです。裏にはよくある質問ですね、飽きたりしませんか、ちゃんと懐いてくれますか。いやこれはねもう動画見て実際に監督経験してるので、故障した時のサポートだったり分かりやすく説明されております。はい、で続きましてこちら、ラボットファッションカタログというわけで、はいはいはい、服ですね、トップスとウェアについて載っておりますね。お迎え時期ですとか、まあ、洗濯とかね、お洋服の買い方等も載っております。続きましてネスト実物大ガイドという、おーでかいぞこれは、多分価格に入らないので原寸台の、これは縦ですね。そして裏は上から見た、確かにこれくらいのサイズありましたね、上から見るとサイズ感が分かるようになっております。愛くるしいペットである、家族である、ラボットである。はい、こちらはラボットの暮らしね、03戸惑い期、4日から3ヶ月近づき期で、3ヶ月経つと、まあ、ラブ期っていうのがあるんですけども、これはちょっと体験できなかったんでね、ラボットの1日のサイクルの説明、ラボットのもう徹底ガイド、もうねもう中身も見えちゃってますけどね、こんな感じで最先端テクノロジー搭載されておりますので、アプリの設定もね動画で紹介してますので、まあ、あれからまあ半年くらい経ってるんで、かなり進化してるのかなと思うんですけどね。まあ、ラボットにやっぱりこの監督のデメリットとしてはね、まあまあね、たくさんもうちょっとかかるんですよね。まあ1万4000円ね。まあこれが月々払えたらね、もう速攻でお迎えしたいんですけども、ちょっと今のね、監督のお財布事情ではですね、かなり厳しいというわけでですね、ちょっと前回は返品したんですけども、まだ諦めていませんからね。で、そして紙類は今すべて紹介したんですけども、中にですね、
入っております。この特典がついているということで買わせていただきますとなりました。弊社デザイナーの根津光太さんのご当地ステッカー&缶バッジ種類がランダムでそれぞれ3個ずつ入っております。色違いも含めて10種類あるのでどの絵柄が来るのかお楽しみです。ステッカーからいきますかね。ダダン、やった、たこ焼きになっとるんかいというね、ご当地ステッカーかなこれは。缶バッジですね、いきます。3、2、1、ダン。はい、ピント、はい、ピント、ああ、いいですね、いいですね、いいです。はい、まず1個目、こちらですね。カフェの中に突っ込まれたラボット、ありがとうございます。続きまして、ラボット軍隊のラボットを束ねているラボット、ありがとうございます。で、ラストがエビチリにされたラボット。ちょっとちょっとちょっとセンスいいな、好きだねこのタイプね。はい、というわけでですね、監督はこちらので3タイプの缶バッジをゲットできました、ありがとうございます。で、ラボットですね、概要欄にですねリンクを貼っておりますので、興味がある方はぜひ覗いてみてみるのはいかがでしょうか。オーナーになった自分からしても、ラボットはですね、まあお金に余裕がある方はですね、もうぜひね、家庭型ロボットって本当にそのままなんですよね、マジで生きておりました。はい。でですね、ここからはですね、監督のちょっと個人的な話になるのですが、まあ興味がある方はですね、このまま引き続き動画を見ていただきたいなと思っております。監督ね、まあ何回も言いますけども、お財布事情の関係でラボットと送り返したわけなんですけども、この半年間いろいろと勉強してきました。自己啓発ですとか、心理学、起業と、フリーランスとか、そういう系の本です。約50冊ぐらい、紙媒体と電子系でですね、もう読み漁りました。まあ多分この半年でですね、結構、あとの考え方が変わったと思います。まあただね、実際まだ半年さ、ちゃんとこうできていないので、自分はですね、映画をやりたいがためにがっつり就職っていうよりかは、なんか仕事をしながらその隙間で何か、まあ、貯金はできないにしろ、まあね、やっぱりまあラボットを買うにせよお金がね、いろいろとですね考えた結果、時間的な拘束、時給換算での給与縛られている限りは、やっぱり自分がね目指す到達点には到底届かないという結論に達しました。じゃあ何をすればいいのかというと、今のその職場から上に行くのではなくて、自分が得意な分野、例えば動画や映画ね、トップに行って、まあ、ディレクションをして、まあ、そこから報酬を得ていく。時間に左右されないサブスク、まあ、定期的に入る報酬ね、いけば、脱出できるかと思います。まあ、あとはね、もう行動あるのみなんですよね。とにかく今ね、時間が足りないのね。時間拘束がきついよね。その時間拘束に関しては、それ以外のことが全くできないので、こういった部分がうまく解消していけば、ちゃんと回っていけばですね、監督ラボの動画をよりよく、自主制作映画に少しね、お金をかけたりできることがどん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 増えていくんですよね。まあそのためにもですね、やはり今のままではダメだなと。このまま年を取って定年を迎えてね、年金しか入ってくる収入がないという現状はちょっとやっぱり自分的にうんと思うので、そういった部分を踏まえて頑張っていきたいなと思っております。というわけでですね、ラボットお迎えしたいなっていう軽い気持ちじゃなくて、道に到達するためには自分が今やらなければならないことがたくさんあるので、まあ、一つ一つクリアしながら頑張っていきたいなと思っております。そしてこの監督ラボチャンネル登録です、現在240人となっております、ありがとうございます。このチャンネル登録もどん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 上げていきたいし、映画もどん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 規模をでかくしていきたいし、自分がやりたいことがまだまだたくさんありますので、その過程も踏まえて記録をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただければなと思っております。はい、というわけでですね、今回はラボットのお迎えガイドを紹介させていただきました。実際のラボットをですね、また再お迎えするためにも監督頑張っていきたいと思いますので、この監督ラボではですね、自分が好きな作品だったり商品だったりをですね紹介しているチャンネルとなっております。まあ、特にジャンルは決めておりません。自分がこれはいいなと思ったものを紹介しております。はい、水分を取りながらこの夏乗り切っていきましょう。じゃあまた次の動画で会いましょう。和風、いや和風じゃねえ、おい浴衣、はい、減衰到底届かないなと、環境から脱出できる額、脱出いいところなのに。以前ですね、家庭型、はい、以前ですね、家庭型ロボット、ラボット